国のドローンを愛する皆さん、こんにちは。プロドローンインストラクターの橋本龍です。さあ、始まりました。動画学校ですね。まずは独学で覚えてドローン飛行をしたい。そして目標としているのは、国土交通省航空局へ許可や承認の申請ができるための条件をクリアしていきたいと思います。それでは本日の内容です。ドローンの概要、ドローンの法律を理解する、航空法、小型無人機等飛行禁止法です。それでは順を追って解説したい。その前に、実は今回ご覧になっていただいている資料は無料で配布いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。またですね、今もうちょっと詳しいテキストも作成しています。まだ準備はできていないんですけども、テキストの配布を行います。テキストの配布時期については、Twitter でご案内しますので、Twitter のフォローをお願いいたします。そしてもう一つ、こちらで説明した内容の確認をするために、ウェブテストの準備もしていますので、その準備も整いましたら、ツイッターでご案内をさせていただきますので、フォローをお願いいたします。この資料やテキスト、ウェブテストなどはすべて無料で開放しております。利用に関しては、このチャンネル登録をしていただいた方々というふうにさせていただきたいと思ってますので、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それでは本日の内容に入りたいと思います。まずはドローンの概要からです。改めて考えると、ドローンって何なんだろうって思いますよね。まあ、一般的に考えられるのは DJI の4枚のプロペラがあるクワッドコプター。DJI ではマルチコプターと呼んでいるものがメインですよね。あとは農業ドローンの中だと8枚ペラですとか6枚ペラの農薬散布ドローン、そういったものも出ていますよね。ところはですね、様々なドローンというものは形があります。例えば、アメリカ軍が使っている偵察用の航空機、こちらもドローン。あとは環境などを測定するための固定翼機、こういったものもドローンというんですね。具体的にどういうものかを確認していきたいと思います。まあ、この資料ではざっくりになってしまうんですけども、ドローンというのは人が乗ることができないもので、遠隔操作や自動航行によって飛行ができるものですね。機体のタイプというのは全く関係ないです。大きさも小型航空機サイズから手のひらに乗るような小さなものまで一般的にはドローンと言っています。ではこの動画学校で言っているドローンとは一体何なんでしょうか？これは航空法に基づいたものですね。航空法ではドローンのことを無人航空機と言います。ちょっと無機質な名前ですよね。ではこの無人航空機、どういったものなんでしょう？航空のように供することができる飛行機、回転翼機、滑空機、飛行船、その他政令で定める機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるものを言うそうです。で、また、ここには記載されてないんですけども、重量による区分けが行われています。航空機、機体そのものとバッテリーの重さ、合計したものが 200g 以上のことを航空法では無人航空機と言っています。注意点です。実はもう一つ法律がありまして、略称でいうところの小型無人機等飛行禁止法というところですと、重さの規定がありませんので、そちらの規制にかかるときは、重さは関係ないというところですね。では航空法における無人航空機の分類を確認してみましょう。まずは回転翼機。一般的に有名なのは DJI の Mavic 2 Pro や Inspire 2。業務用ですと Phantom 4 RTK などがこの回転翼機に該当します。ちなみにラジコンヘリのものでも 200g 以上あるとこちらの回転翼機ということになります。もう一つ。固定翼機、滑空機。固定翼機というのは一般的な飛行機のタイプのもの。滑空機というのはグライダーみたいなものですね。もう一つ。気球や飛行船。飛行船についてはもう皆さんご存知だと思いますので写真を参考にしてください。ではここで疑問ですね。最近流行ってきたオスプレイのようなもの。離着陸に関しては垂直に上がったり下がったりできて、そして長距離航行をする際は飛行機の羽のようなものがチルとして飛行するもの。こちらどこのジャンルに該当するのかというと、リプスのところでも説明しておりましたが、回転翼機に該当するそうです。さあ、ドローンに関する法律です。ドローンといえば航空法ですよね。さらに先ほど言った略称で言うとこの小型無人機等飛行禁止法。ちょっと長いんですけども、正式名称は国会議事堂、内閣総理大臣官邸、その他の国の重要な施設等、外国交換及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律。長いね。
まあ、他にも関連があるものとしては、道交法や民法個人情報保護法、電波法、外為法等々等がございますので、詳しくは資料をご覧ください。また、これに関しても、テキストの方では詳しく記述したいと思いますので、もうちょっと待っていただければと思います。さあ、ドローンの法律、一番メインのところですね。航空法です。航空法によって規制されている内容は大きく分けて2つです。1つ目、これは飛行するエリアの規制ですね。さあ、見ていきましょう。一つ目は空港周辺の上空の空域。二つ目は地表、水面から150メートル以上の空域。三つ目は人口集中地区の上空。これら飛行エリアは規制されていますが、国土交通省航空局へ許可を受ければ飛行が可能になります。続いて飛行の方法ですね。まずは絶対ダメなことから説明していきましょう。飲酒時の飛行禁止。飛行前の安全点検です。そして衝突の予防。危険な飛行の禁止。この4つに関しては絶対ダメです。さあ続いて飛行方法。まあもうご存知の方も多いかと思いますけど、まずは夜間飛行。そして目視外飛行。人や物から30メートル未満の飛行。イベント上空の飛行。危険物の輸送。そして物件投下となってます。それではもう少し細かく説明をしていきたいなと思います。まずは空港等の周辺の上空の空域です。なんか長いですね。こちらなんですけども読み上げたいと思います。空港等の周辺の空域は空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面、もしくは水平表面、または延長進入表面、円錐表面、もしくは外側水平表面の上空の空域となっています。詳しいことはテキストに掲載させていただきます。さあ、続いて、地表面または水面から150メートル以上の高さの空域です。これは地表や水面から150メートル以上の高さの空域は許可申請の必要がありますよということなんですけども、この高さ、注意したいのは、地表面からの高さです。ですので、例えば富士山頂から上げるときは、富士山頂の地表面から150メートル。そのまま水平移動して山麓の方に向かっていくと、標高が下がりますね。そうすると、ドローンが飛んでいる地表面、まあ、垂直下の高さが150メートルを超えてしまいます。ですので、この場合は許可申請が必要になるということですね。もう一つ水面ですね。水面は山の山頂付近にあるカルデラ湖、こちらも水面の上というふうになりますし、海岸沿いにある海辺、ね、この水面も水面となります。簡単に言うと、標高は関係なくて、飛ばすところの地表面、もしくは水面からの高さが150メーター未満で飛行させれば許可の必要はないということですね。さあ続いて人口集中地区の上空です。この人口集中地区というのは5年ごとに実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定されている地域のことです。この辺もテキストで詳しく書いていきたいと思います。それでは飛行の方法について説明をしていきたいと思います。まずは夜間飛行。そして目視外飛行、人や物から30メートル未満の飛行、イベントの上空飛行、危険物の輸送、物件の投下です。まず夜間についてなんですけども、夜間というのは国立天文台が発表するその地域地方の日の出の時刻から日没までの間、これが日中になりますので、それを超えた時間帯ですね。ですので、海辺に行って、サンセットやサンライズ、もしくは山頂からの富士山のご来光などを撮影するという場合ですと、この夜間飛行の承認が必要になると思います。まあ、あとは地域によって条例などがございますので、そういった自然環境の中で撮影する場合は、他の申請も必要になると思います。そして、目視内の飛行。この目視内の飛行というのは、私のようにメガネをかけているものでも、このメガネをかけた状態でドローンが見える範囲内ということです。裸眼ではないですね。距離の確保です。
これ人や物から30メートル以上離さなければいけないということですので、人や物から30メートル離せない場合の飛行についてはこちらの項目の承認の申請が必要になります。ここで言う人というのは無人航空機を飛行させるものの関係者以外のものを指すので、私や補助者、映画ですと全ての関係者、まあエキストラもそうですね、大会ですと大会関係者といったところになります。物件についてもテキストでは細かく説明しています。例えば電線や電灯なども物件というふうに扱いになりますので、電線や電灯、電信柱、そういったものから30メートル離して離陸したり飛行しなければいけないということになりますね。ちょっと現実的にはこの承認を取らざるを得ないというふうに考えるのが妥当だと思います。催し場所での、上空の飛行禁止となっているんですけども、これは催しというのはまあイベントなんですが、人を集めて集会や会合、興行などを行うことだそうです。お祭りや音楽フェス、野外フェス、屋外での展示会、まあ屋内も含まれるんでしょうか、展示会、スポーツの試合などだと思います。そして危険物輸送の禁止です。最初にドローンに積んでいる電池ですとかカメラを駆動するためのバッテリーやそういった装置、また安全装置などでパラシュートを開くときに火薬やガス、高圧ガスですね、などを使ってパラシュートを開く場合、そういったものはこの危険物輸送という形にはならないそうです。危険物輸送に該当する危険物、いくつか挙げてみましょう。火薬類や高圧ガス、引火点が摂氏 60.5 度以下の液体、もしくは引火点が摂氏 60.5 度を超える液状の物質、可燃性や酸化性の物質、毒物類や放射性物質、腐食性の物質などです。そして最後、物件投下の禁止です。物件投下というと何か物を落とすという行為かと思いがちなんですけども、実は液体噴霧、こちらも物件投下に含まれますので、農薬散布などには物件投下の承認を得る必要があります。さあ、航空法での制限、わかりましたか？でもこれ以外だったら飛ばしてもいいと思いますよね。ちょっと待ってください。もう一つドローンを規制する法律があるんです。小型無人機等飛行禁止法ですね。どういったものを規制しているんでしょうか。まず国が指定した重要な施設とその周辺、もう一つ国が一時的に指定した重要な施設とその周辺や地域のことです。規制対象となるもの、ここでは小型無人機等と言ってますので、先ほど言った無人航空機だけではないんですね。それでは読み上げていきたいと思います。まずは無人航空機。これは航空法で規定されている無人航空機で、重量は関係ありませんので 199g 以下のものでもこちらの無人航空機に該当します。操縦装置を有する気球、そしてハンググライダー、パラグライダー、こちら両方とも原動機を有するものを含むそうです。回転翼の回転による生じる力によりと書いてあるものですね。これ後で資料をダウンロードしてよく見てみてください。最後に下方へ噴出する機体の圧力の反作用により浮揚した状態で移動することができるものといったことになっております。さて、いかがだったでしょうか。今回はドローンの概要と法律、航空法、小型無人機等飛行禁止法について解説をさせていただきました。この資料に関しては先ほど言いました通りに無料配布しておりますので、詳しくは概要欄をお読みください。それでは皆さんのドローンライフが充実できますように。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。バイバイ。